もマーケティングチャンネルの阿部です。小林です。それでは小林さん、本日のテーマをお願いします。今回のテーマはマーケティング診断。マーケターってこういう問いが来た時にこういう風に答える人が向いてるよねとか、まあ、優秀だよねみたいな話をちょっとしたいなと思ってるわけですけども、はい、まあ、これってね結構ね言葉でわかるんですよ。言葉でわかるっていうのはどういうことかっていうと、マーケターっていうのは基本的に言葉にすごく敏感になるべきなわけですよね。ってなった時に、じゃあシチュエーションによって、まあ、もしくはコピーライティングの場によってどういう言葉を使うのが適切かっていうのが分かっていれば分かっているほど優秀なマーケターなわけですよ。じゃあ例えば長所周辺から行くと、初対面の人がいてその人と仲良くなりたいと思った時に、友達になりましょうっていう文章が要はコピーライティングですよね、はい、でも友達って別の言い方があるじゃないですか。友人ですね。そうだよね、はい、友達と友人って同じ言葉だけど別の言葉じゃないですか、はい、ってなった時に、じゃあ初対面で会って仲良くなりましょうってなった時に、友人になりましょうっていうか友達になりましょうっていうかの二択があるわけですよ、はい、ってなった時に相手はどっちの方が仲良くしたいと思うかっていうと、どっちの方友達じゃないですか。そうだよね、はい、基本的には友達になりましょうの方が友人になりましょうよりもいいわけ。でこれはなんでだと思いますか。友達の方がフランクで友人の方がフォーマルなイメージ。そうだよね。じゃあ例えばこれって真逆で、ビジネスの場だった時にビジネスパートナーになりましょうなのか、ビジネス友達になりましょうなのかだったら、ビジネスパートナーの方がフォーマルだから言葉として合うじゃないですか、はい、こういう一つ一つのシチュエーションによって同じ意味を持つんだけど別の言葉の中で適切な言葉を選べる人っていうのがマーケターに向いてるわけですよね。じゃあ例えば絶対に勝ちたいと思った試合があった時にどういう言葉を使うか。1、絶対勝つ、はい、2、絶対負けない。どっちの方がいいと思いますか。絶対勝つぞの方がいいじゃないですか。その理由は、負けないぞって言うと負けないようにしようしようとして結構固くなっちゃうから、勝つぞっていう目標が共通であったらそのための最適な行動を取れそう、まあ、結論そういうことなわけですよ。でこういうのって感覚で今わかるじゃないですか。でこういう感覚で分かることっていうのにすごくこうアンテナを張っていくと、すごい優秀なマーケターになっていけるわけですよね。やってて思いましたけど、合ってるか間違ってるかめちゃめちゃ難しいです。そう、めちゃめちゃ難しいですよ。でめちゃめちゃ難しいから、僕の一つのコツとしては0100で考えるっていう。0100ってどういうことかっていうと、まあ、試合で言ったら勝つか負けるかじゃないですか、はい、絶対勝つぞか絶対負けるぞなんですよ。絶対負けないぞっていうのは0100の言葉じゃないんですよ。絶対負けないぞって言うならこれって 50% じゃないみたいな話じゃないですか。だから基本的には0か100の言葉を考えるわけです。で0か100の言葉を考えた時に大体100が正解だったりするんですよね。これはシチュエーションによってもちろん違うんだけど、ほとんどの場合っていうのはある程度親密の中なのであれば100の方を選んでいる方が相手の心をくすぐれるし、その結果マーケターとしてはやっぱ感情をマーケティングできるので優秀になる。こうやってコピーライティングの世界でも一緒で、何かをこう売りたいとか何かのサービスを認知してもらいたいとなった時に、認知してもらうのが目的のための言葉っていうのは基本的にやっぱ100を選び続けなければいけないんですよ。で100を選び続けるとうさんくさくなっちゃったりするかもしれないよね。ってなった時は例えば10個の100の中に1個0を入れたりするわけよ。ってなると1個の0が際立って10個の100も際立つんですよね。だから基本的には100をずっと言ってるんだけど、たまにこう0を言うみたいなの技はありますけど、基本的にだから0か100の言葉を選ぶわけです。僕すごいラーメンとか好きなんですけど、うん、地方とか行くとうまい安い早いって看板に書いてあったりしますね、うん、もうそのぐらいシンプルでいいですよね。これちなみに1個0を混ぜるって話だったと思うんですけど、うん、0を混ぜると結構勇気いるんですけど、まあ、勇気いる勇気いる。でも意外と面白かったりするんですよね、マーケティング的には。じゃあ例えば安い早いうまいガッとするじゃん、はい、じゃあうまい早い高い、あちょっと面白いですね。面白いでしょ。確かにうまくて早いけど高いですよって言われたら、いやそれはちょっと気になるねとか、もしくはうまい安い遅いだったら、うまくて安いけどまあ遅いんだったらまだいいかなみたいな。要はその0があることによって前後2つの100っていうのがより際立つわけですよね。でもこれがなんかこううまい安い早い神なんとかみたいな、なんかもう全部並んじゃうとすげえうさんくさいじゃんこの店ってなっちゃう。でもその中にこう1個でも0があると謙虚性が出るわけですよ。で謙虚性が出ると、あこれは真実なんだなって思ってくれたりするんで、まあすごい入ってきやすいですよね。今のゼロって結構その100を担保するためのゼロでしたけど、うん、マーケティング目線でちょっと見てみると、なんかこのゼロもプラスになってるちょっと感覚があって、うん、なんかどんだけ遅いんだろうみたいな、うん、とか逆になんかどんだけ高いんだみたいな、うん、めっちゃ気になって来店するような気がしました。そう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 、そういう結構なんか0と100の選んだ言葉っていうのを盛り混ぜてみると、そのマーケターとしては面白い結果になったりするんですよ。
だからそのマーケティングに向いてるのか向いてないのかっていう風になった時に、向きたいのであれば自分が普段使っている言葉とかコピーライティングで使っている言葉とかっていうのにちゃんと100の言葉があるのかっていうのを意識した上で、じゃあゼロの言葉をあえて入れてみようみたいな風にこうやっていくと、マーケティングっていうのがどん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 自分に向いている方向の職業になってくるんじゃないかなと思っております。ということで引き続きよろしくお願いします。お願いします。マーケティングチャンネルでは明日仕事仲間よりも一歩利用できる情報をどんどん配信していきたいと思います。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。